玻璃天天笑，那个客朋友们，大家好，我们是ガリンデリア。皆さんこんにちは、こんばんは、ガリンデリアです。トクです。メイリアです。はい、というわけで、はい、もう年末になってまいりましたけれども、2022年どんな年でしたか？あっという間でしたよ。でもまず始まってすぐ1月はリアリティコードのツアーがやってたので、はい、そうですね、1月末でリアリティコードツアーファイナルを迎えて、うん、いやまずツアーを完走できたってことが、うんうん、確かにね、うん、このご時世でしたから、すごいなんか染みたなっていう、はい、その始まりからのスタートだったので、うん、2022年はね、でなんか、まあ、やっとこうライブも中止せずにできるようになったなみたいな感じで、まあ、それで私たちも12周年の年でもあったので、12周年記念のねファンクラブのみんなと一緒に楽しむライブもやらせていただいたりとかして、はい、このライブは結構スペシャルに、うん、みんなからリクエスト募って、そのどの曲が聴きたいですかっていう、そのみんなからのリクエストで作ったセットリストをやったので、はい、ちょっと意外なセットリストというか、普段は絶対やらないような曲だったりとかも久しぶりに歌ったりとかして、それもまた楽しかったんですけど、あとは何ですかね、今年は結構リリースが多かったから、そうですね、うん、まあ、オーガンもそうだし、恋愛もリリースさせていただいて、で、あとは、まあ、ソロの活動も私は結構割とあったので、メタニクル、メタクロニクルとかやらせてもらったりとか、コラボでね、小室さんとコラボさせてもらったりとか、モーメンツもね、アルバム出したしね、カラのカバコレですかね、カバコレもやりましたよ、ずっとね、やってますけどね、何曲やりましたかね、もう結構な曲数出てる、やってますね、はい、あれ、まあ、引き続きもありますから、うん、はい、年末年始に、うん、聴きたくなるガルインデリアの楽曲といえば、まあめでたい感じですからね、うん、うち結構めでたい曲割とあるんですけどまあ、ね、衣装もね結構こんな着てますけれども、ね、最近出した曲の中で言えば、うん、直近で言えばね、やっぱりやっぱ王家らんまんじゃないでしょうか、ね、もう2022年も王家して、そして2023年も王家していくという、そしてらんまんしていくという気持ちを込めて、オーカーナンバーぜひ年末も年始も聴いていただければと思います。そしておめでたい、ね、気持ちで2023年をお迎えください、はい、それでは2023年もガルインデリアと、ポニーキャニオンショップを、はい、何卒よろしくお願いします。またお会いしましょう、はい、ガルインデリアでした、バイバイ。